The slam now, we got the real jam going down. Welcome to the Space Jam. Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. Alright. ジョーダンといえばですね、最近話題の映画スペースジャムに出演してますけども、見てます？うん、俺は見た。見た。俺は見てない。うん、じゃあ MC シロン、スペースジャムを見た感想は？俺とりあえずね、あのバックスバニーとかあの、ね、ルーニートゥーンズ大ファンなんで、うん、それで行ったんですけど、うん、もう面白かったよ。あの、うん、ジョーダンかっこいい、うん、やっぱねすごい国民的スターっていうのが分かりました、つくづく本当に、あのかつてのね俺の世代で言うとね、あの本当王選手、うん、王さん、巨人の王さん、ね、もう余裕したら王とか言わないよ王さんだから、そういう付けで言わないと、ね、でもそういうぐらいのやっぱね、うん、感じしたね、うんうん、なんかやっぱすげえ象徴的な人物だなと感じました。すごいいいなと思うのは、こうジョーダンってさ、こうアメリカ人にとって全員のスーパースターなんだけど、うん、なんか人間味がある感じしない？すごい人格者なんでしょ、うんうん、聞いてますよ。この辺がなんかいいなと思いますけども、うん、はい、このスペースジャムの映画のサウンドトラックはまたすごくて、今も聞いてもらってるんですけれどもね、サントラに入ってる曲が、まあ、シールとかクービオ、そしてバスタライムスメソッドマン、ウェル・クージェがフューチャリングした、あと ビーリアルとかがね、一緒にやってる曲もありますし、あとめちゃめちゃ売れまくった R ・ケリーとかさ、うん、モニカとかさ、うんうんうん、入ってるんですよ。そうですね、シロさん曰く、うん、サントラの収録曲は映画ではあんま聞けないんで、いやだから今かかってるクワッドシティ DJs とか、うんうん、あと、まあ、R ・ケリーはすごい大きく使われてるね、うん、あ、まあサントラっていうのはねそういう感じですよね、最初ね、うん、あの、うん、I believe I can fly、 そう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 、あれ結構、まあ、印象的なというか出だしとかでもねガツンと来てますけど、まあ、まさに NBA とヒップホップは運命共同体共同体といったところでした。ここでですね、ジョーダンに映画とバスケの違いについて聞いてみたんでチェックしてください。 The difference between playing basketball and making movies, I think、playing movies you can always replay something, get the chance to do it over again. Basketball, it happens, and it happens instinctively. You know, it's not as much planning going on in the moviesI mean, basketball as it does in the movie. So、it was a big challenge、just to try to、get the right frame of mind and the right emotions. But I always had something to fall back on. Well, let's do it again. Let's do it again. Let's do it again. You know, in basketball, you don't do that. You get two free throws, that's it. Not three, not four. And、I think that's basically the difference.今ジョーダンの言ったコメントは、映画とバスケの違いか、映画ならやり直しが効くけれどもバスケットは一度きりしかチャンスがない、感情をセリフに込めなければならない作業も楽ではなかった、ただ失敗すればやり直せるという余裕がどこかにあった、バスケじゃ失敗は許されないからね、そこが一番違うポイントだね、とこのようにおっしゃってるんですけど、声がかっこいいね、マイケル・ジョーダン。俺もそう思ったね。ねえ、渋いね。渋いよ。まあね、さっきのグラント・ヒルといい、マイケル・ジョーダンといい、もうこの人たち一流ですからね、うんうんうん、本当にかっこいい。マジで本当でっかいリスペクトをグラント・ヒルとそしてマイケル・ジョーダンに送るぜ。チェックしとけ。Coming back on the timetable. Feel a Black Supreme AWO Rico Wiz. Rhyme Star on the microphone. Yo, DJ Jin. Come on. TFM 80.0. Check it out. Fly like an eagle. Time keeps on slipping into the future.Time keeps on slipping, slipping, slipping into the future. I wanna fly like an eagle to the sea.Street.
これなんだっけ。え、これはマックス、マックスウェル、サンセンさん、何か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 かっこいいね、こいつ。スモーンに行くぜ、チェックしとけ。Myself inside her ebony, but she ain't even checking me. Oh, yeah, it's cool, babe. We can do a little something, something. A little something, something. ここでフィラからスイムウェアデビューキャンペーンのお知らせです。フィラといえばおしゃれなスポーツウェアが大人気。そこでぜひご紹介したいのが今注目の美しく速く泳ぐための競泳用水着、コンペティティブスイムウェアデビューキャンペーンです。ついに登場したこのコンペティティブスイムウェア、コンピューターグラフィックを駆使して作ったデザインはファッション誌でも話題集中、クールでデリケート。今までにないフィット感の素材があなたのボディラインもより美しく見せてくれるはず。メンズスイムウェアと合わせてカップルでお揃いなんてどうでしょう。フィラショップ原宿店は明治通り渋谷と原宿の真ん中あたり。スポーツウェアはもちろん、バスケットシューズ、ランニングシューズも新作モデルが勢ぞろいのフィラショップ原宿店へあなたも今すぐレッツゴー。お問い合わせは 03-5466-3681 03-5466-3681 まで。
quarter distance. Change the game. Fila.Yeah, yeah, yeah, you listen to Fila Black Supreme AWO お送りしているのはリコとそしてライムスターチェックラー。まあね、今日は NBA とヒップホップのドープな関係ってことでお送りしてきましたけども、二人にとって、MC シローさんとマミー D さんにとってですね、はい、今飛び切り極上なヒップホップとは、やっぱね、うん、もちろん今の向こうのヒップホップとかすごいかっこいいんだけど、俺らが声を大にして言いたいのは、やっぱり俺らがやってる日本語のヒップホップをみんなにすごい聞いてほしいし、まだ聞いたことない人に注目してほしい、そうそう、負けないくらいかっこいい、そうそうそう、とりあえず TFM でも、俺らも一緒にやってる仲間たちとやってる番組があるんです。日曜日のすごい不定期なんだけど、日曜日の深夜にやってるヒップホップナイトフライトっていう、ね、Yeah, big up to you, the rock! Yeah, ゆうちゃん聞いてる、真っ赤な目をしたフクロウたちがやってるんだ、こういうね番組があってすごい日本のヒップホップ面白くなってるんで、そういうのを本当に今まで聞いたこと、この番組で初めて俺らとか知ったような人たちにも本当チェックしてほしいって感じで、うん、だからその日本のヒップホップがどれだけいいものか今から証明しよう。キル見してやるぜ。チェックしとけ。よよよチェックしとけ。よチェックしとけ。フリースタイル。それはそう。よよよ。まずは俺様 MAD がかまそう。チェックしとけ。チェックラー。よここで一発決めるダンク。そうさ俺様ミスタードランク。そう腹の中のタンク。から湧き出るのはもちろんファンク、そう毎日こんな感じでジャンプジャンプないのはスランプ、Yo バスケしながらそうお前らに手助けとか言っとく命がけ NBA、 そう MAD が俺の MC ネーム、Yo 毎日続ける激しいゲーム、そうスキルスキルが大事、そうスキルまるでグラントヒルのようにいるいるなスキルを持った俺が MAD、 Yo 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 yoYo yo yo チェックしとけ、 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 次の番は誰だ、 俺だ、 チェックしときな、 たまるたまる、 たまるチェックしとけ、 つなげるラップとバスケット、 伝える言葉俺たちが助っ人、 コートの中で始めるケット、 まずは俺から3ポイントゲット、 続けてダンクシュート、 うまくいったらみんなしてくれよ拍手、 見ろよこれが俺たちのショーだ、タコ蹴散らす強さまるで冗談てな感じでフリースタイルが終了。どうだい、日本のヒップホップこれで面白いと思ってくれたかな、かっこいい、いよいよということで俺たちライムスターとリコでお送りしてきたこの番組、最後に俺らの曲を書きさせてくれ、いやいや、こいつはもちろん去年リリースされた俺たちのヒップホップクラシック、ジャパニーズヒップホップクラシックだ、だからみんなにしてほしいことはもちろん、もちろん耳を耳を貸すべき、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 よ TFM 80.0 みんなで聞いてくれ、チェックしとく、血が騒ぎ出すこの世紀末、暇な奴らは神の裁き待つ、古い世界の後始末してくれるはずだこのでっかい一発、見ろ刻まれる秒針、12で重なる単身と調子、息のむ一瞬もいつもの調子で過ぎてゆく時の更新、ルルルル予感がします、歴史をきっと繰り返す、だから誰かの合図待たずとりあえず動き出すべきだわ怪獣、東より始まる文明開化、西を固める深い理解者、南でその日末まだ見ぬダイヤ、北の地下深く技磨くライマー、絶え間なく続く新陳代謝、怠惰な態度じゃすぐにリタイアが待つ、このタフでラフな東京からまず変わる変わる出す歌詞に、耳を貸すべき、耳を貸すべき、俺たちをよくチェックしとくべき、耳を貸すべき、耳を貸すべき、取れたての言葉たちを目撃、耳を貸すべき、耳を貸すべき、これから始める最後の奇跡、耳を貸すべき、耳を貸すべき、
それこそ生きる目的。疲れ切り尖った心を癒して肩の力抜き足崩して、好きなら好きなもんでもふかして耳を貸すべき心許して、雲一つなく澄み渡る空などなく、黄ばんだグレーの垂れ幕の中ばらまく言葉の味覚、口にするべき惑うことなく、近くもなくましてや遠くもなく、聞こえてくるどっからともなく、その音の湧き出るとこ、目を凝らすべき地下の奥底、証拠たくましい奴らの言葉には、今年も群がる無数のアリが流す無数の涙、花火がすべき夢のアリが、来る日も来る日もさら洗いながら、まずは月末のわずかなギャラ、未払い洗いざらい支払い、手にすべき熱い札束、曲がりくねり続く道のり、結び始める実り、来たるべき世代に託す祈り、耳を貸すべき耳を貸すべき、耳を貸すべき耳を貸すべき、俺たちをよくチェックしとくべき、耳を貸すべき耳を貸すべき、取れたての言葉たちを目撃、耳を貸すべき耳を貸すべき、これから始める最後の奇跡、耳を貸すべき耳を貸すべき、それこそ生きる目的、この世にはない最終回、楽なゴールがなくても生きてゆけるかい、受けた傷はかなり深い、疲れ切った足がいつしか向かう樹海、つまりゲームの脱落者、なりたくなきゃてめえが何かしなくちゃ、神は冷たい傍観者、ただし与えてくれたチャンスには感謝、しとくべき来たるべき次の世紀に向けて生き残る元気、保ちたけりゃ覚えとくべき歴史的なこの記念日。フィラブラックスプリーム AWO、耳を貸すべき。ここでフィラからスイムウェアデビューキャンペーンのお知らせです。フィラといえばおしゃれなスポーツウェアが大人気、そこでぜひご紹介したいのが今注目の美しく速く泳ぐための競泳用水着、コンペティティブスイムウェアデビューキャンペーンです。ついに登場したこのコンペティティブスイムウェア、コンピューターグラフィックを駆使して作ったデザインはファッション誌でも話題集中、クールでデリケート、今までにないフィット感の素材があなたのボディラインもより美しく見せてくれるはず。メンズスイムウェアと合わせてカップルでお揃いなんてどうでしょう。フィラショップ原宿店は明治通り渋谷と原宿の真ん中あたり、スポーツウェアはもちろんバスケットシューズ、ランニングシューズも新作モデルが勢揃いのフィラショップ原宿店へ、あなたも今すぐレッツゴー。お問い合わせは 03-5466-3681 03-5466-3681 まで。The game, Fila. I don't think she understands. Only news. She don't understand. How much I love you. Oh, 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 oh. Tokyo FM Sunday Special, Fila Black Super Room AWO, Rico Dan with Lime Star. Three in the check show.なんであっという間に1時間が過ぎようとしてますが、今夜の番組はね、今世紀最大の NBA とそしてヒップホップの集大成と言ってもよかったんじゃないかと思います。はい、この番組で NBA を勉強したお二人、いやすごい面白かった、うん、今ちょうどプレーオフ中で、まあ、もうすぐね優勝決定戦行われるんで、まあ、チェックします。MC はこうブルーズを応援しつつ、はい、まあね、こうとにかくヒップホップに、この番組を聞いてヒップホップに興味を持った人は、バスケット好きでヒップホップに興味を持った人は、まあ、CD 屋に行って、CD でもチェックしてもらうと。そうライムスターの CD、もう2枚出てますから、アルバム、もう俺らのみならずヒップホップチェックしてもらうと、うん、そしてねこの番組を聞いてバスケにね、興味を持った人は、まあ、まずプレーオフを見ることですね、フォローするということですね、うん、で
あと自分であのトレーニングを開始してもらってもいいんだけど、ドリブルなんか始めたりとかして始めてみてください、まあ、せっかくなんでこういう番組ができたっていうことで、あの今日の番組の感想を聞きたいじゃん、やっぱり、うんうん、みんなからね、で宛先を言いましょう、郵便番号 102-80 東京 FM フィラブラックスプリーム 8WO の係までです。郵便番号 102-80 東京 FM フィラブラックスプリーム 8WO の係までお願いします。そしてファックスでも受け付けてます。東京 03-3221-1800 東京 03-3221-1800 まで、リコとそしてライムスターの3人にね、なんかメッセージでもあったら嬉しいんで、そうだね、また次回がね、うん、ドカンとかあるかもしれないからね、うん、そうそうそう、あるかもしれないからね、ということで皆さん、こんな今夜こういう番組ができたということに感謝したいと思います。感謝感謝 Big up Yeah 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 Let me shout out to all people who support this program. Big up to Fila Good looking. Big up to TFM. You don't stop. And big up to Shiro, Mami D, DJ Jin from Rhymestar. You don't stop, yo. And big up to all people who listen this programI feel your love, yo. Fila Black Supreme AWO. This program was brought to you by Fila.